山さんです。令和5年、2月で、まあこいつのテスト、このねジョイントの F キューブとしては初のジョイントルアーをリリースしようかっていうことなんで、それのテスト、まあこれ全部端材なんだよね。端材くっつけて寄せ木ですなんつってるだけなんだけど、これで、どんな動きをするか、どんな動きをしないか、では頑張ってきます。まずは浮き姿勢ですね。こんな感じ、お尻がこんだけ潜ってる感じに浮きます。重さは知りません、測ってません。まあ比較的投げやすいよ、重さだな。こうだいぶ気味にいくんだけど、本当はねもう頭だけクリン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 してほしかったんだよな。そのためにはもうほとんどこういう感じ、ここヤンヤンっていう、まあこんな感じにちょっとゆっくりめに弾くと、ウニング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 で、もっと早く弾くと多分途中破綻するね。やっぱダメだね。まあ適度なスピードでってとこかな。一番の目的はこのヤンヤンなんで、このチョンチョン、これ映ってか。そのために、ムービングウェイト、重心移動のねウェイトを首のところ、頭のところ左右に入れてるんで、このイヤンっていう、こう、そうですね、2歳児のイヤイヤ期みたいな感じでね、もう全部嫌みたいな、何もかも嫌みたいな、悪くないっていう感じなんだよな、良くもないっていう、もういやいやのもっと可動範囲広げればいいのかな、狭いのかな、この動き難しい、可動範囲だな、広げるか、頭だけやっと動いてるっていう感じがいいんだよな。ボディごと振っちゃダメなんだよ。そうじゃねえんだよ。ここ妥協できねえよな。ここやだな。これ妥協して、はいできました。F キューブの製作です。ってこれやだな。この動きはいい。動きはいいけど、コンセプトと違うっていうのはな。ものづくりしてる人としてはダメだよね。もしうちに営業マンがいたら、ないってですかタモさん、打ち合わせよって言ってやるんだろうけど、いねえんだよ営業マン。もだえてる感じがいいよな。いやいやしてはいるんだよ。不満足。はい、ということでこのジョイントルアーのテスト、狙いとしてはこのボディがまっすぐになった、まっすぐって水面にねこう固定されて首だけ動く でこれだけ、これずっとこれを繰り返させることができるっていう、コンセプトで作ったんですけれども、それがいまいちっていうのは、多分これの可動範囲が狭いんだよね。もっと広くした方がいいと思う。ガリガリ削って、ちょっと可動範囲を広げようかなと思ってます。まあ
その後の動き、あのこう、ゆっくり引いてきた時にうね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 ってくるのは、これはまあゆっくり引く分にはいい感じでうねうねしてくるんじゃないかなと。それはね、狙いとしては2番目3番目、主たる目的じゃないので、おまけでついてきたもんがラッキーってな感じなもんで、まあそれはそのまんまでいいかなと。そんな感じで、ちょっとまた家帰ってガリガリ削ったろうと思います。はい、そんな感じでお疲れでした。